やあ、どうもマリサだぜ。やっほー、霊夢だよ。どうもです、ヨウムです。デッドバイデイライトをやっていくぞ。ええー、タフタフ。ゴーストフェイスね。ああ、ゴーストフェイスだぜ。怖いよね、ゴーストフェイス。そういえばヨウムは追いかけ回されてたものね。ゴーストフェイスは人気者ではあるんだが、どこから来るのかわからないし気づいたら後ろにいたりするから怖いよな。確かにね。ネブちゃんに異反応だったね。これは誰かに見られているな。ドアちゃんだね。サバイバーに見られるとああなるんだ。この音は確か解除した時の音だったわね。ああ、そうだぜ。固有の能力は確か闇の包容だっけ？使うと短期負荷状態になるんだよね。ああ、さっき解除されてしまったから今は通常の状態だけどな。せい。ナイス。リデッドハードだ。そういえば左下にある円みたいなゲージはさっき付け回しをした時のやつ？そうだぜ。あのゲージを溜め切ったらサバイバーさんを無防備状態にすることができるの？ああ。焦っちゃったわね。背の高い岩があるから見えづらかったんだろうな。なんか音がしたよ。これはゴーストフェイスの固有パーク旋律の効果で、サバイバーを担いだ後に修理中じゃない発電機すべてを16秒間ブロックすることができるんだ。なかなかいいパークね。ちなみにブロックされている発電機は白いオーラになるんだ。さっき白くなっていない発電機があったけどサバイバーさんが修理中ってこと？そうだと思うぜ。探知にも使えるしいいわね。まあ60秒から100秒のクールタイムはあるがな。サバイバーさんを捕まえるの大変だし次の人を捕まえる時には60秒は経ってそうだね。それもそうだな。ここにはいないみたいね。それじゃああの発電機だな。修理しているね。気づいたみたいね。やっぱり修理していたか。中央の発電機は直しておきたいもんね。そろそろ救助に向かってるんじゃない？様子を見に行ってみるか。足跡が見えるね。そこに誰かいるな。さっき修理していた子かしら。多分な。覗き込むのって難しそうだね。付け回しはマイケルみたいにゲージを貯めることができるが、遮蔽物から覗き込むことでゲージをより早く貯めることができるんだ。なるほど。うまく遮蔽物を使って素早くゲージを貯めれるようにしたいわね。ああ。救助に来たのはさっきのメグちゃんか。ゲージを貯めておけば次に会った時に素早く捕まえることができるんだね。強いわね、ゴーストフェイス。ああ、同感だぜ。探知負荷状態で心音もならないから。誰か来たわ。おい、このタイミングはまずいぞ。ダメだよ、逃げてペリちゃん。すまん。ああ。みたいな感じでパパッと捕まえることができたらいいんだけどな。そうねー。ミンちゃんが走ってきたよ。捕まえさせてもらおうかな。ゲージの溜まりがすごい速さだったわ。遮蔽物から覗き込むとこんなに変わるのね。すごいね。よーいしょ。みんな負傷状態、まずは回復しないと大変ね。凍りつく背筋をつけてきているならいいけど心音しないキラー相手の治療は怖いよね。ああ、私なら心臓バクバクだぜ。やっぱり猫ちゃんはいいパークよね。治療完了だね。まあその間修理を止めることができていただけでも十分さ。いるわね。カラスが。あれはフェリちゃんだね。今のはタイミングが良かったぜ。しっかり覗き込みましょう。覗き込むのが難しいな。遮蔽物の端っこで付け回しをすれば覗き込めるの？多分そうだと思うんだが移動しながら素早く覗き込みができないな。そこはもう練習して慣れていくしかないわよ。その通りだね。ああ。よし、これだけ貯めれば十分だ。闇の包容を解除される前にゲージを貯め切ればいいんだもんね。もらったぞ。逃げる場所が悪かったわね。ちなみに闇の包容を発動しているときはステインも見えなくなっているぞ。そっか、探知負荷状態の時は心音とステインが消えるんだったね。そう考えると闇の包容ってかなり強いわね。救助しようとすると心音がしないから与えられた猶予が発動しないし、ケースの時はステインがないから、背が高い遮蔽物のところだとどこから来るのか判断が難しくなるわ。そういえばそうだね。ああ、だから無理にワンパンを狙わなくても闇の包容を発動させるだけで戦いやすくなるんだ。いいわね、ゴーストフェイス。強いね、ゴーストフェイス。ああ、かっこいいぜ、ゴーストフェイス。ドアちゃん引きつけようとしているわね。大変だと思うが追ってみるか。これだけ離されると厳しいかも。あれ、ドアちゃんのオーラが見えるよ。これは上にある固有パーク地獄耳の効果で、自分から48メートル以内で乗り越えなどのせっかちな行動を行ったサバイバーのオーラを、6秒間見ることができるようになるんだ。あっち？へぇ、いいね。レッドピラミッドシングと相性が良さそうなパークね。ああ、乗り越えた後どこに移動してるかわかるようになるから地獄の罰が格段に当てやすくなると思うぜ。中に入らなかったね。やるな、ドアちゃん。建物の中の板がもうないってことよね。しかも次の板までの距離をしっかり把握しているな。あ、メグちゃん。すまねえな。これは運が悪いわね。お互いの判断は良かったが位置までは把握できないからな。こういう時に絆とか味方のオーラが見えるパークがあると強いよね。ああ、おすすめのパークの一つだぜ。あら、届いたわ。私もびっくりだぜ。今のところいいペースだね。ああ、この調子で行こう。
ストライクね。決死の一撃を使うために相手板を倒さなかったのかも。やるじゃないか、フェリちゃん。でもあの場所に行くのはまずいわ。さっきドアちゃんが倒した板があるけどそこまで間に合わないかも。すまないが捕まえさせてもらうぞ。味方さんの姿が見えて巻き込まないためにこっちに来たのかもしれないわ。爆発音もしたし治療していたのかもしれないね。君はいいやつだったよ。また会おうぜ、フェリちゃん。残り3人で発電機をつく、いい感じのペースね。メグちゃんが回復したよ。この建物の中にいそうだな。多分ね。後ろ、見られてるよ。何？そんなところにいたの？やるね、ドアちゃん。何やってんの？焦って振ってしまったぜ。よいしょ。あの場所は？多分板があるわね。あれ、ドアちゃんが板を倒したのってあそこじゃなかったか？それは後ろにある場所よ。相手。結構似てるからちゃんと覚えないとわからなくなるよね。やっぱりマップを把握することはとても大事ね。ああ、その通りだな。あれは、ミンちゃん。ドアちゃん。引っ付けようとしているのわかるけど、なぜかうまく噛み合わないみたいだな。また会おうね。これでかなり楽になったな。あとは二人を見つけるだけだね。中央の発電機を見に行きましょう。了解だ。ここにはいないみたいだね。多分あっちだな。追い込まれている状況で中央を修理していたら大したものよね。確かにな。あ、ミンちゃんがいるよ。メグちゃんもいるみたいだな。気づいて離れたみたいね。右に走り抜けたみたい。了解だ。いるかなー。いたわ。こっそり近づこう。任せろ。さすがにバレているみたいね。でもこの距離なら、あ、ミスった。前に行き過ぎたわね。でも結構貯めることができたよ。ふっふっふ。逃がさないぜ。貯めさせてもらうぞ。発電機は大丈夫？ミンちゃんはいないみたいね。一応消しておくか。ふっふっふ。追い詰めたぜ。ステインが見えないからメグちゃんは苦労するはずよ。あとはゲージを、うお。こっちに来ちゃった。反対側から来ると思ったのかも。思わず攻撃してしまったぜ。あ、付け回しのゲージがなくなってる。ほんとだ。ゲージを貯めている相手を攻撃してしまうとゲージがリセットされちゃうんだよ。なるほど。いろんな人を付け回して寸止めにしておくのもいいけどうまく管理しないといけないわけね。そういうことだぜ。こうらしょ。さて、あの発電機を見に行くか。奥の発電機を修理しているみたいだね。苦しい状況だけど諦めていないみたいね。いいねメグちゃんか。ミンちゃんにハッチを託したのね。いないな。どこに行ったんだろう。足跡がここにしかないからすぐ近くにいると思うけど。ここの裏か。いないね。本当にどこに行ったのかしら。あ、いたよ。マジか、一体どこにいたんだ。後ろを取ろうとしたつもりが後ろを取られていたのかもしれないわね。ミンちゃん危ない。おっと、ステインが見えないのは強いわね。さあ、あっちのフックに吊るして終わりだな。あれ、フックがないよ。そりゃあさっきメグちゃんを釣った場所だからね。そうだった。あっちのフックは。ダメだ、間に合わない。せめてハッチがなさそうな場所へ。油断していたぜ。早く追いかけましょう。そうだね。ああ。いたよ。板があるわね。早めに板を倒させよう。ここはゴーストフェイスの特性を活かししゃがんでどこから来るかわからないようにしよう。バレてるわね。よし、追い詰めたぞ。この音は、丘の上にハッチがあるわ。しまった。間に合わなかったね。まあ仕方ないさ。ミンちゃんの勝ちね。いやー、ゴーストフェイスは他のキラーとはまた違った面白さがあるな。闇の包容を使っているだけでも強いもんね。立ち回りを練習してもっとうまく使えるようになりたいわね。ああ、頑張るぜ。よし、では今回はここまでだぜ。最後まで見てくれてありがとね。次回も見てくれると嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。